フィリップ・プール・ブラッドリーはアメリカ合衆国インディアナ州出身のプロ野球選手。1983年から1991年までメジャーリーグ日本の読売ジャイアンツでプレーした。ミズーリ大学時代野球とアメリカンフットボールで活躍。1981年のジャパンボールではクォーターバックとして来日している。メジャーリーグに入った後は シアトル・マリナーズを中心に活躍。一郎に更新されるまでは、マリナーズの新人最高打率と最多盗塁記録も持っていた。また、1988年と1990年には、リーグ最多支給を記録した。前年に退団したウォーレン・クロマティに代わり、1991年に、巨人のスケットとして入団。年俸は150万ドルだった。 開幕戦でいきなり初打席初本塁打を放ち、開幕以来14試合連続成分の日本記録を更新中であった王の豊か,から逆転サヨナラホームランを放つなど、打率282、21本塁打、70打点の成績を残す。守備、走塁も黒マティ以上の実力を見せていたが、上記のサヨナラホームランの際にも、 打順が7番に下げられて自分に腹が立っていたから、お立ち台に上げる気分になれなかったヒーローインタビューを拒否したほどの気真面目な性格と、明るい性格で盛り上げ役だった黒マティとの比較もあり、ファンからは暗い性格と受け取られる面もあった。もともと1年契約であり、日本の野球に馴染もうとしたけど、どうしてもダメだったとして、球団側に対談の希望を申し入れ、 球団も特に流をしなかったため、一年で帰国となった。また、日本でもリーグ最多支給を記録し、同年4月14日の広島戦で最後の登板となった津田久しみから支給を受けている。1992年、大リーグ復帰を目指して、モントリオールエクスポズと契約したが、出場はなかった。引退後、1994年にシカゴ株主参加の ルーキーリーグ監督を務めた後、現在は大リーグ選手会選無理事特別補佐を務めている。この活動の中で、日本でのメジャーリーグ公式戦や、ワールドベースボールクラシックの予選への視察で選手に同行する形で来日を6回行い、日本への理解を深め、今の自分ならもう少し、日本でプレーしたと思うと振り返っている。息子のカート・ブラッドリーも、元野球選手で、 2006年にロサンゼルス・ドジャースからドラフト33巡目で指名されたが、翌2007年にルーキーリーグで20試合の出場にとどまった。エビ元巨人、ブラッドリー、第2の人生で深まった日本球界への理解、週刊ベースボールオンライン、ベースボールマガジン社、2016年5月11日、12時、配信、1991年9月28日、 読売新聞19面、ありがとうございます。